田、そして久保、15サイド久保がドリブルに入るぞ、久保が行く、久保が行く、シュートだー、決まったー、久保が決めました。先制点は FC 東京、角度のないところから狙っていきました。0対1、先制点は FC 東京。そしてこの瞬間 J リーグ最年少ゴール記録が塗り替えられました。15歳10ヶ月と11日、2004年森本貴之選手の記録をおよそ1ヶ月半塗り替えました。久保建英、キーパー囲いの頭を襲いました。自らのドリブルでチャンスメイク、スーパー高校生、高校1年生になったばかりの久保、ついにゴールを決めました。